これ海上寺公園っていうとこです。皆さんくつろいでますね。天気も晴れてきたんで、いや、午前中雨だったんですけど。いや、見晴らしすごくいいや。なかなかのデートスポットいいんじゃないですか。で、こっから今からスタートするのが、八乙女林道。通り抜けはできるはずなんですけど、ここですね、林道八乙女線、ここはちょっと本日の予定にはなかったんですけど、前回走った赤祖父線でいいのかな。前回と言いつつも相変わらずついさっきの話なんですけど、そこ走り終えたら、そこの降りたところのなんか案内板になんかこれが載ってて、でナビの画面にもなかなか走って楽しそうな船道が映ってたんで、なんだろうと思って来てみたところです。今晩用事があるんで、あまり遅くなるわけにはいかないんですが、すごい目の前にうまそうな人参ぶら下がってて、食わない馬はいないでしょう。もうちょっと分かりやすい例えで言うと、スウェーデン食わぬ男の恥ってやつですよね。ちょっと違うか。さっきトレッキング風のおばさんが歩いてたけど、なんか今の横にあったのが登山口かなんかかな。今の車が広がって曲がってきてたら、あったなんか横になんか林道って書いてあったけど、ちょっとあっちはかなりレベルが高いです。さっきの L 版もそうだけど、なぜか不思議なことにこういうカーブで出会うんですよね、対向車とは。今の階段も登山口か。ポイントがずれてるな。あ、滝だ。名前ついてるな。布滝っていうのかな。これさっき向こう側の林道走ってた時に見えてたやつですよ。
名前までついてるんならね。ちょっと写真ぐらい撮っときますか。ああ、なんか布のように柔らかな水の筋ですから、そういう名前なのかな、もしかしたら由来は。字薄くて読めねえな。これだったらサスケの好きな煙みたいなやつにはちょうどいい。こんな感じですね。滝壺もあんまりえぐれてないね。これで煙モードに切り替えます。単にシャッター速度落とすだけですけど。おや、煙みてえになったかな。もう煙っぽい、煙っぽい布滝です。いや、布だから煙っぽいじゃないよな。絹のようになったと言わなきゃ。さて、あれ、ナビ画面にはただの乙女林道しか書いてないな。橋が抜けたのかな。結構この崩れた跡が結構新しいな。先週あたりか、先週か、先週の日曜日だったっけかな。すごい雨降ったんだけど、地元でこの辺もいっぱい降ってそれで崩れたのかな。自転車がいますね。分かれてるけど、こっちだよな。また枝道かよ。あれ、また覚えてたらまた来よう。覚えてたら、ああもう本当頭パンクするわ、ああいうのばっかりで。の方がナビ的にも正解だね。草刈りでもしたやつが下がってんのかな。
歩いてる人が。また枝道があるけども、こっちだよね、おそらく。オープンストリートマップを見ると細かい枝道も全部一緒に表示するんですけど、そうするとどこが本線なんか全然わかんなくてね。まあ、ナビだとね、結構メインの本筋の方しか表示しないんで、わかりやすいですけど。なんか名水とか名木かな、なんて書いてあった。ああ見晴らし台、確か見晴らし台ええわ。危ない危ない。ここはどっか山上がるんか、多分登山口か。まさかこのまま上がれると思えんが、あーだいぶガスかかったとこが上の方上がってったな。これぐらいに行ったらちょうどよかっただろうね、長ヶ池。でももうお昼過ぎてしな、2時だしな、こんな時間じゃちょっとまともに。おお、あんなとこえぐれてる。怖っ。ああ、こっからも下りだな。確か下は156だったよね、国道156に出るって書いてあったし。あの上は山登れんのかな、八乙女さんか。あの実際山だと読み方が変わったりするときがあるしね。八乙女さんでいいんでしょうけど、さすがに今日はもうそんな登ったりとかそんな時間はないな。このまま下ってまっすぐ打ち返っても今晩のバイク仲間の集まりには時間ギリギリすぎる。最大安全速度で帰んなきゃね。156は通称イチコロって呼ばれてるんですけどね。まあちょっとね、不謹慎かもしれませんけど、ゴールデンウィークだったかに、バイクの死亡事故がありましたからね。なんかますますイチコロっていう呼び方が広まりそうですね。立ち寄るようなところはないかな。あってほしいような、欲しくないような。やっぱ後ろが疲れてるとね、なんか少し気が焦っちゃいますからね。
下ってきたな。あ、そう、スキー場か。スキー場っぽいね。今の枝道は多分スキー場のどっか上の施設へ入っていく道でしょう。おっと、ライノシだ。スキー場やってないのかな。どうなんだろう。スキー場じゃ、スキー場だろう。ちゃうの。あ、でもリフトもないしの。あ、これかつてスキー場だったところなのか、ここ。あの建物なんかもう、そのまんまスキー場のね、レストランとかあったっぽいもん。でもリフトがないから、もうやってないんだ。こんなとこにあったスキー場、なんて名前なんだろうね。八乙女だから、八乙女スキー場とかそんなんだったのかな。この別の道がありますけども、本線はこっちです。あるね。いろいろと道が、これ何メータースキーだ。200か100か。違うわ、全然名前違う。サンタの森スキー場ってあったんだ。へえ、今もうないけどね。そんなスキー場があったなんて。この辺りもやっぱ雪少ないのかね。遺跡があったぞ。遺跡って書いてあったけど、あ、でもだいぶ過ぎちゃったな。ちょっと U ターンするには忍者はでかすぎる。そのままもう降りちゃおう。コード見じゃなくてよかった。ていうか、この林道はちょっと思ったほどボリュームないな。ボリュームがないに加えて、何かね、突筆すべきところも特に見当たらないんですが。
これ1本で上げるにはちょっと時間短いけど、もうしょうがないよね。他にも細かいとこいっぱい走ってりゃまとめてもいいんだけど。ここはどこだろう、どの辺に出たんだろう。トガとか入ってあったよな、トガ、トガ村。トガっていったらどっか、国道のそばだったらな、472とか。あ、これで終わりか。ここで終わりですね。あ、それそっか、あれだ、さっき見えたや遺跡、土地原の三福正図遺跡、あれですよ、さっき見えた遺跡っていうのは。どの辺りだろう。ここで林道は今度終わりですよね。なんかそれらしい標識みたいなもんはないな、ないけど終わりですよね、ここで。どこ見てもそれらしいもんはないんですけども、もう国道まで出ちゃってるんで、八乙女線はこれで終わりか。とか八乙女線、ここでずっと合ってるよね。待てよ、さっきの山の上の分岐ってこれかな。八乙女さんかどっか上がっていくって書いてあった道、本当はこっち行くんじゃないよね。いや、一応道乗ってるけど、これ走れんの。ずーっとつながってはいるけど、まあ分かりませんけども、国道出ちゃったんで、林道はこれで終わりです。おっ、 H2 だ。いい、わ、ここスタンド立てていくかな。大丈夫だね。ここがそうですか。南砺市指定史跡、土地原円仏道場跡。御福正図遺跡。正図の遺跡か。今はもう水ないの？あれだね。あ、ここ？これか。これがそうなんだ。へえ。今も水は湧いてるんですね。道場があったとかって書いてあったけど、まあ、今はもうないってことはどっか行っちゃったんですかね。造林作業路って書いてある。作業用の林道だしな。やっぱ違うね。
やっぱりここが八乙女線でいいのかな。ここだ。ここなんだけど、あ、なんか書いてある。さっきは気づかなかったけど、ここに何か書いてあるよ。林道八乙女線って。林道八乙女線の峠ってことなんでしょうけど、これも林道整備してた時の標識かな。八乙女線稲美町の、なんたら峠ってのが全くも聞いて見えないんだけど、わかんない。こっちじゃないよね。断層か。断層の路頭がそこ ?5 分?どこよ?断層ここですって書いてないと分かんなかった。さて、普通に考えてみても絶対道こっちですもんね。やはりここが良かったのかな。ここは車両でどこまで入れるんだ。ちょっとここはね、行ってみたいんだけど、さすがに何かあったら戻れないの怖いんで、とりあえずまあ、林道八乙女線はこれで OK だったということにします。はい。また何か新情報でも出たら改めて動画出しますか。っていうかまあ多分ここちょっと道はあるんで、カブで走りに行きたいと思います。いつになるかわかりません。まあもしかしたら来年になるかもしれませんし。まあ、とにかくまあ、八乙女線はこれでおしまいにします。おしまいと言いながらも、そこに書いてあった断層がね、気になるんで、断層が気になった断層がもし見つかったら、それはこの後収録しておきます。確かにこれらも層にはなってはいるけども、断層かっていうとちょっとわかんないね。これらは工事で露出したとこだろうから。いや待てよ、工事で露出したとは言っても、こっち向きにこんだけ層があるってことは、やっぱこの辺りで断されたってことか。うん、だよね。普通山がこうやって盛り上がってた、そこの斜面削ってもこんな風に層が見えないからね。もう5分っていうのは何だろう、歩いて5分ってことなのかな。まあ、でも明らかに層のように見えたのはここだったしな。そこなのかな。そこだったということで、はい、今度こそ本当に終わりです。